このここにあったグリップを外して今付け替えてます。でここにこういうバーを渡して天井に荷物を置ける場所を作るための土台にする感じですね。ちなみにそこの手すりはこんな感じで、こんな感じですね。これがあったら、こんな感じの金具がはまってて、でこれで蓋がされてる感じなんで、このここの蓋を、この蓋を引っこ抜くのがすごい大変です。ここに切り欠けが見えるんですけど、ここのぴったりくっついている方のこの隙間からマイナスドライバーを突っ込んで無理やり引っぺがす感じですね。でこの中身の構造ってこんな感じで、ここに爪があって、爪がこんな感じのところの中に入って、ここの爪が引っかかってる感じになってるんで、外すときにはこれのこの隙間のところからドライバーねじ込んで引っぺがすと。ただもうものすごい硬いんで、結構ほとんど腕力勝負ですね。ちょっとこの辺が傷ついちゃいますけど、力でやるんで。ただもう頑張って、すごく硬いマイナスドライバー、細い、硬くて細いマイナスドライバーを突っ込んでこじ開ける感じですね。そうするとこういう穴が、四角い穴が開くんですよ、 Nボックスの場合で。四角い穴をのところにネジ穴をつけるための、金具っていうのがありまして、私の場合はこういう中国製のなんか交換品みたいな感じの安いやつを Amazon で買いました。中身はこんな感じで、メインの部品はこのネジは、まず規格品の何ミリだろう、5mm、6mm ぐらい、 M6 とかは分かんないけど、のネジは規格品なんで、この辺みんな同じ規格で、メインはこの部品です。この部品はこっち側から見るといいのかな、こういう感じになってて、これに後ろ側にこの回転する、見えないね、こう回転するものがこうまっすぐの状態で入ってて、でこうやってよいしょ、何でしょうね、この状態で穴に、こっちに穴に差し込んでやって、穴の中でこれが縦になることで引っかかる。でこの中にはネジ穴が開いていて、さっきのネジをここから通してギュッてやると、まあ、この、ああそうか、この高さが、要はここより、この穴の長さよりも広いんで、こう両方ともこう引っかかって押さえつける。でギュッて締めていくと、このままここが、この隙間にそのこの鉄の鉄板の穴の枠が引っかかって、でこのネジ穴が使えるようになるみたいな仕組みですね。で私これ買うの、実は4個セットで買ったの2つ目で、1個目はこれが後ろ側だけが落ちて、中にはこの奥に落ちちゃったんで、もう4個セット買い直しました。っていうのはこれ最初買ったやつの、このこっち側の穴の精度が悪いのが1個混ざってたんですね。でこうやってまっすぐにして回転させた状態でねじ込んで、こう中で回転させて、こっからこうやってねじ込んでいくんですけど、ここでこの穴の精度が悪くて、こうやってねじ込んでいく間にこれが押し込まれて内側に落ちちゃったっていうのが1個ありました。で残り3個はちゃんと入ったんで、この1個だけなんか、そのこの奥側の方のネジ穴の精度が悪いやつがあったっぽいですね。だからこの互換品買うときは、一応その
こっち側の奥の方のネジ穴の精度確認しておいた方がいいですね。取り付け作業する前に。てっきり、そのまま、はまると思って、このままギュッて押し込んで、そのままネジでやって、巻いてるうちに、これが、こっから外れて、後ろ側に落ちちゃったんで。まあ、という感じです。でも、バーの方はこういう、バーと、あれこれ、物が足りないな。この、なんでしょう。付け根の部分。これです。これのセットのやつを買っていて、これですね。これ。で、これは、こっちに穴が開いていて、こう刺して、まあ、こんなスペーサーもあるんで、スペーサーとかを。これも精度低いな。このスペーサーも今、バリがあって入んなかったですね。結構だからこの、みんなこの、ジェイク、なんて言うんでしょうね。中国メーカー、この辺読めないアルファベット表記のやつが多いですけど。まあなんかスペーサーとか、まあこれスペーサーなくてもいいんですけどね。スペーサーかまして、やる感じ。あとちょっとこの、これ入れるときにもちょっと技術、コツがいりますね。技術ってことじゃないな。この伸ばした状態で入れて中でくるってやるんですけど、そのときにこの内側からネジでこうやんなきゃいけないんで、そのちゃんと回る方向、この、なんでしょうね。これ見ればちょっとわかるんですけど、この片方、これどっちが表でどっちが裏かっていうのもパッと見分かりにくいんですけど、多分この少しこう切り欠きが大きくあって、ここに引っかかる、だからまっすぐにこうした時にこのこっちに下にネジがこう押し込んだら入り込みやすい方が、にこうやると、そのネジを押し込んだ時にこう縦になっていくみたいになってるんで、そっち側をネジに当てやすい角度にして、こうやって当てとくといいですね。で、これを入れて、ギューと、で、くるくる。で、これ軽く固定できる状態まで持ってきたら、これに、この上側の方、これを、この奥のネジ山を引っ掛けるようにして、カチャンと。で、ここまでやってから、本格的に、ゆるゆるの状態でセットしてからこれを通すと、基本的にやっぱり細かいバリとかが多くて、なんかこういうところの入り込みがしにくいところがあったりすると、一旦バリ確認して取ってからやった方が早かったりしますね。もともと窮屈には作ってあるんですけど、実はバリのせいで引っかかれてるみたいなこともまあまあありました。ちなみにここを緩くして動くようにしとかないと、ここほとんど通らないですね。硬くすると動かなくて、この自由度も低くなるので、結構このネジとかかなり緩めといてから
やるのがいいです。で、通ったら、ある程度締めて、で、よいしょ、これですね、つけとくと。でもって、これでベースは余ったんで、何も入ってないですね。メイドインチャイナストーリーでね、見えますかね、ネットです。このこれと反対側に同じのがついてて、この2つをこうかけて頭の上にネットを作るやつですね。普通に一旦かけてみましょうか。こっちにかけて、こっちにかけて、反対側にもかける。まっすぐ切るとこのぐらい。じゃあこれをデロンデロンですね。これ一回目いっぱい締めてみましょうか。どこまで締まるの。目いっぱい絞って、この垂れ下がり具合、これはちょっと、長えな。絞るか、それとも、下に支えの棒を横に通すかですけど、まあ一回目いっぱい絞った状態まではやっときましょうかね。何をやりたかったかっていうと、ここにこうやってラケットを置いたりとかしたかったんですけど、ギリギリに貼ってほしかったんですよね。もうこんな垂れ下がってほしかったわけではない。やっぱりここ横にこう網かなんか貼ってこう上に上げないときつい？そんな感じですね。なんか思ったよりうまくいかんな。一応形だけやっとく。ここに差し込むと。これここはあと、他に何かあるかな。とかも本当は置きたいんだよな。テニスグッズを後部座席の床に置いてるのを上にある程度上げたいというのが元々だったんだけど、現状だとこれを上げると下に垂れ下がりすぎるんで、もっとしっかり貼る方法を考えなきゃダメですね。現状は今この超ぶら下がったネットに一応乗ってるけれどという状況からスタート。このブランとぶら下がった状態から回復する方法をちょっと考えてて、そういえばこのゴム紐、昔、スーパーカブの荷台にホームセンボックス固定するのつけてたやつ、こいつがあったなと思って、こいつを下に通してやりゃいいんじゃねと思ったとさ、こっちを通して、両端の方がいいかな。両端同士でやっとこうか。
端っこ、こっち側も端っこ、端っこ、どうでしょうこれ、ほぼほぼで、あともう一個この線ボックス固定するのに使ってたこの何つでしたっけね、あの端っこで結構きつく、これを真ん中の支え用にしましょうかね。じゃあ斜めにバッテンとかに長さがあるからこう、これも、どうでしょうか、この蓋の中にも入れるようにしときつつ、よいしょ、で端っこを挟んで、これはそんなきつくなく、この状況だと、よいしょ、これを差し込んでも落ち込まない、垂れ下がらない、頭もちょっと擦るぐらいですね。もう一個入れてね、大丈夫、よいしょ、どうでしょうこれで、かなり、頭の上が積載量が上がったんじゃないですかね。こんな感じ、しっかり背もたれにこうやると私の場合は頭当たっちゃいますけど、ダランと座ってる分にはギリギリ触らないですね。身長178、座高高めなんでこんな感じ。よくこの横のバーを自作して売ってもいますが、今これ昔は高かったのかもしれないですけど、今なんか3、4000円で売ってるっぽいんですよね。で、ここの、なんだっけ、角穴のところ、N ボックスの場合裏にこの初めからボルトの受けがついてないんで、それにボルトの受け付けるための角穴なんだかみたいなナットのやつですかね。あれを、が1500円、2000円しなかったぐらい。だから5、6000円で、あとネットか、ネット3000円ぐらいだったかな、2、3000円だった気がする。あとこのこういう紐、耐荷重の強いゴムとか紐とかはちょっと覚えてないけど、1000円、2000円とかで買ったような気がする。昔1万円ぐらいで、あとこんなのできる。ただ個人的な作業難易度としては、さっき最初に説明したこの元のやつを取り外すこのところが力技なんで、ここのその隙間にマイナスドライバー引っ掛けてこじ開けるのがなかなか硬いんで、ここだけが結構きついなって感じですね、作業としては。あとはさっき安物の角穴ナットだかなんだか、あれを使うと私みたいにバリの確認せずにつけようとしたら、裏側の方のネジ穴にうまくはまらなくて、そのまま押し込んで裏側に落としちゃって、この裏、こっちか、反対側の裏側に今一個先っぽだけ落ちてるんですが、みたいなことになりうるんですが、まあそれぐらいですね、気をつけるのは。というので結構ちょっと実際にはここまで積まないかもしれないけど、だいぶこの上がすっきりしたんじゃないかという気がします。椅子の上とか足元とかに置いてるものを減らすってことがある程度できました。